この記事ではシートの張り替えできないことが分かりました。失敗です。ああ、またずれた。どうやったらまっすぐ縫えるんでしょうか。おはようございます。アソータガー改造機の細です。今日は、K-CAN インディ727のシートについてです。シートの張り替えしようと思って、機器購入したのですが、これでは張り替えできないことが判明いたしました。ということで、作戦変更です。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。はい。シートの比較がしやすいように、ベッド展開しておりますが、こちらが前の動画で失敗してしまったシートになります。奥のシートは全然綺麗なんですけれども、ここ、前回きつい洗剤を原液のまま使用したら、このあたりスエードの表面が取れてしまいました。このあたりももう薄くなってしまってるので、似た色のスエードの生地購入いたしました。色合いが少し違いますが、この薄くなったところをこの生地で部分的に貼り直そうと思っておりました。ですが、購入したこの生地を後で確認したところ、この生地ではシートの貼り替えできないことが分かりました。車のシートは難燃剤という燃えにくい生地を使わないといけないのですが、この生地を購入しているお店に確認したところ、この生地は難燃剤ではないということです。こちらの難燃剤ではない生地を使用してシートを張り替えた場合には車検が通らない可能性があります。とはいえもう1メートルほど生地購入してしまいましたので、なんとかこの生地を使えないかと調べたのですが、どうやらシートカバーとして使用する分には車検の時にシートカバーを外してしまえば車検問題なく通るということで、こちらの生地はシートの張り替えに使うのではなくシートカバーに使用したいと思います。前の動画でシートの生地を貼り直すと言いましたけれども、すいません、シートカバーを作成しようと思います。シートカバーを作成するために型取りのためもう一度こちらのシートクッションごと外したいと思います。はい、今日もシートの作業を進めていきます。こちらの生地購入した時にブラウンの生地が在庫切れで注文できなかったのですが、 2,3 日で入荷のメールが届きましたのでブラウンの生地も購入できたのですが、今回部分的に貼り直すのではなくて全体的にカバーで隠してしまいますので色は変えてみたいと思います。で、今茶色とオレンジというか黄土色というかの茶系の2色ですけれども、インディの運転席と助手席に取り付けた白と水色を基調にしたシートカバーなんですけれども、結構気に入ってますので、今度作るシートカバーについても水色系のシートカバーにしてみたいと思います。で、今回購入した生地ですけれども、よいしょ、どうでしょうか。こちらがターコイズ、こちらがアイボリーになります。この2色でシートカバーを作成したいと思います。とりあえず1メートルずつ購入してみたんですけれども、生地が足りるかどうかちょっとわかりませんので、こちらは事務所のペーパーレスが進んで使わなくなった A3 サイズのコピー用紙、ちょっともったいないように思いますけれども使うことなくなりましたので、こちらを切ってで、シートに合わせてサイズを測ってみたいと思います。四角じゃないのか、微妙に。ここは穴を開けておかないといけないんですが、取り外すときにここ部品を外さずに取り外そうと思ったら
この辺でも割っておかないといけません。このシートはここまで分かれるようになってますけれども、シートカバーについてはこの辺で分けれるようにしたいと思います。ここが2枚、これが4枚、これも4枚ですね。ここで1枚、あとこことここ、この辺りで面ファスナーで留める予定ですので、少し重ねるようにしてここまで2枚取りたいと思います。ここに面ファスナーを取り付けて、こんな感じでカバーを作ればいいんじゃないかと思います。必要な生地の大きさ分かるかと思います。はい、今日も作業を進めていきます。こちらの購入した生地ですけれども、幅が 1.5 メートルで長さ1メートルほど注文しました。まずこのシートのこの周りの部分のカバーにこの生地を使っていきたいので、型取りした紙を当てて生地が足りるかどうか確認してみたいと思います。この生地については全然問題ないですね。こちらのシートは茶色オレンジ茶色オレンジ茶色のストライプになってますけれども、こちらをこちらの水色っぽい生地とこちらの白っぽい生地、こちらの2色でカバー作りたいと思っています。白と水色どっちをどっちにするか迷ったんですけれども、奥さんにも聞いてみて、白水色白水色白の順番でカバー作ってみたいと思います。この端がこれか、これが真ん中で、これが白ですね。でこの1枚が水色なんですけど、これを4枚取ります。あ、全然余裕ですね。6枚ぐらいは取れそうですけれども、とりあえずこちらのカバーは作れますが、他のシートについては追加で購入しないとカバー作れそうにありません。3枚4枚、あ、こちらもこのシートだけなら全然問題ないですね。今回サンプルで大体の色合いは分かってたんですが、実際シートに合わせた時にどんな感じか知りたかったので、とりあえず1メートルだけ購入してみました。ですが、すべての型紙を作った後に必要な生地の長さを測ってそれから注文した方が無駄なく購入できると思いますので、皆さんは先に型紙を作ってから生地注文するようにしてみてください。なるほどね。この生地の端の部分ですけど、ほつれ止めしようと思ってたんですけど、この生地結構ほつれにくいかもしれません。ちょっとほつれ止めなしで作ってみたいと思います。あとこの端の部分ちょっと綺麗ではないので、この端の部分は切ってしまいたいと思います。ちょっとめんどくさいな。ロールカッターです。こちらで切っていきます。以前購入したこちらの自然に消える印付けペン、これだと置いてる間に薄くなってしまうので、ダイソーで水で消せる茶コペン買ってきました。これだと濡れなければ消えることはないんじゃないかと思います。ここってまっすぐじゃないな。これは端なので4枚取っていきます。
ちょっとずれてるけど、まあいいでしょう。いいんかい。あとこの中のを2枚、こちらの生地についてはシート1枚分印つけてみましたけれども、先にこの1面だけ縫ってみたいので、真ん中1枚と端の2枚切り出します。ちょっと薄いので下の色が透けて見えますけど、まあ大丈夫かな。次はこの部分切っていきたいと思います。まずは端の部分切り落としていきます。ちゃう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 、これ真ん中のやつじゃん。シートのオレンジ色のところを作るつもりでしたが、真ん中の茶色いところの型紙を使ってました。2枚だけ切るつもりだったんですが、勢い余って4枚切ってしまいました。それでは色合わせてみたいと思います。ここが白、ここが水色、ここが白で水色が来て白の予定です。色合いとしてはこんな感じのシートになる予定です。おはようございます。忙しくてなかなか作業時間が取れなかったのですが、やっと仕事が一段落しましたので作業を進めていきます。こちらのターコイズとアイボリーの生地に合わせて手芸店で糸を買ってきました。こちらはターコイズに合わせた水色の糸、そしてアイボリーに合わせた糸はこちらのミシンにセットしておきました。それではまずこの一面の部分縫っていきたいと思います。まずは1センチの縫い代を取ってますので、ここの端から1センチの部分をまっすぐ縫っていきたいと思います。ちなみにダイソーで購入したこちらの水で消せるチャコペン、水色は数日経ってもしっかり残ってるんですけれども、こちらピンク色の方はもうほとんど消えてしまっています。自然に消える印付けペンとは違って、こちらは自然には消えないと思ってたんですけれども、色によっては消えてしまうようなのでご注意ください。なんで失敗です。もうちょっと粗くするかな。大丈夫かな。ちょっとずれたかな。いまいち綺麗ではないですが縫えました。こんなもんかな。なんかずれたな。よいしょ、こんなもんかな。もう一度縫っていきます。よし、少しずれちゃってますけど、あ、こんなもんでしょう。
今度はちゃんと縫えたかな。はい。よし、これで全面1枚が縫い終わりました。どうでしょう。まあまあ素人が縫ったにしてはいいんじゃないでしょうか。1枚縫ってみましたが良さそうなので反対側も縫えるように生地を切り出しました。ほつれにくそうな生地ですけれども、このミシンは裁ち目かがりっていう縫い方もできるみたいなので、端を縫っておけばほつれにくくなるかと思います。今回は端の処理はせずにそのまままっすぐ縫っていきます。よし、これで2枚目完成です。次にここの面、この面に合わせてこちらの生地を切り出しました。こちらとこちらの生地に縫い合わせていきたいと思います。この端に合わせて縫っていくんですけれども、しっかり合わせて縫ったつもりですがちょっと段差になっています。なのでちょっと生地が短くなりましたけれども、こちらの端もう一回まっすぐ切り直しました。この切り直したところとこちらの生地を縫い合わせます。こうだからこうですね。ピンクのチャコペンで描いたのがもう消えちゃってますね。ここは1センチのところに印つけてたんですけど、改めてカットしたので短くなってしまいました。最終的に生地が足りるかどうかちょっと心配ですね。だいぶ歪んじゃいましたけど一応縫えました。よし、縫っていきます。ずれた。ダメだ。縫いたかったのはこのピンクのライン、かなりずれてしまいましたのでこの辺からもう一回縫い直します。なんでうまく縫えないのかな。ああ、またずれた。この辺りからずれましたね。残念。うわ、この辺から縫い直しましたけど綺麗に縫えないですね。どうやったらまっすぐ縫えるんでしょうか。後で剥がすの大変なんですけど、ダイソーのしつけテープって両面テープここに貼ってそれから縫った方がずれずに縫いやすいかもしれません。一応先ほど切り出した布をミシンで縫っていました。こちらのシートに合わせるとこんな感じですね。あとはこの横の面と下の面を縫っていかないといけないんですが、ここは面ファスナーで留めようと思ってたんですけど、面ファスナーで留めようとすると剥がれてしまいそうな気がして
ちょっと悩んでおります。はい、まだシートカバーできてないんですけど、色合いどうでしょうか。個人的には結構気に入っております。まだカバーの作成途中なんですけれども、このシートカバーは車検の時にすぐ外せるように面ファスナーで止めれるようにと思っていましたので、ダイソーでファスナーテープを買ってきました。こちらでビリビリっと剥がして簡単に外せるようにと思ってたんですが、これだとベッド展開するときに剥がれてしまうんじゃないかという心配が出てきました。もう少し幅の広い面ファスナーを使うか、もともとこのカバーのようにファスナーを使って開け閉めできるようにするか、どうするか悩み中です。止める方法について何かいいアイディアがありましたらコメントにてお願いいたします。カバー完成しておりませんが、今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱ切ったらちょっと足りないかもしんないな。どうしよう、もう一回作り直すの大変なんだけどな。